はい、こんにちは、丸山です。八ヶ岳コモンズという事業を取り組んでます。山梨県北杜市にある、旧高根清里小学校、北杜市立です。北杜市立高根清里小学校が廃校になりまして、その廃校を10年契約で僕たちの NPO が借り受けることができました。そこの施設を使って、どういうことをやっていくかということの話を作っています。今話すのは名刺の図書館 VR というものです。そもそも、ね、名刺の図書館って物理的に本を預かるっていう事業をやろうというところで今考えているんですが、やはりその方が本当に何万冊も持ってらっしゃった先生方もいらっしゃいます。で、全部もちろん預かりきれませんし、希望される方全ての方に対応することはもちろんできません。ただ、失われていくそうした蔵書たち、資料たちがあまりにももったいないというか、ある意味日本の国家としての損失だったりとか、人類としての損失にもつながってくるような気がします。なので、それを丸ごと記録しようということで今考えているのが、この名刺の図書館 VR というやつです。簡単に言うと、研究室とか、研究室とか、それから書斎とか、いいかな、360度写真とかですね、それとあと本棚とか、大きく言うとこの2つ、360度の写真を撮るのと高精細の画像を撮るっていうのが名刺の図書館 VR です。で、こうしておくと、最悪ですね、最悪と言い方変だな、これから技術が進んでいく中で、例えば360度写真、これを、できるだけ死角がないように何箇所かで撮ると、今写真からね 3D データを起こす技術が、ぼちぼちで回ってます。なので、いずれこの360度のパノラマ写真から、その 3D 空間を再現するってことができると思うんですが、そういったふうにして、デジタル技術で、その方の書斎を丸ごと、バーチャルな空間として再現することができると思っています。ただ記録に取っとかないともう何も始まらないので、どんな空間なのかとか、これからどんな本をお持ちだったのかとか、そういったことをデジタルで保存していくというのが、この名刺の図書館 VR です。で、その本になりますよね。それカービィは依頼者、ビジネスモデルも含めてちょっと検討します。デジケンさんにうちのねデジケンというか、そうすると、僕たちは、そのお部屋。これね、いっぱいあるんですよ。で、撮影に行きます。で、もちろん撮ってきて、VR のコンテンツを撮影。その360度の映像とか、それから、高精細の、ね、画像とか、
あとはもうできればね、例えば思ってるのは本人の動画、本人の動画、挨拶とかね、いやよく来てくれたねっていうような動画が後から見れるような感じ、どんな動画撮ったりとか、もちろんプロフィールとかね、とか作りまして、一つの VR コンテンツとして多分イメージはホームページになるのかな、名所の図書館 VR、 名所の図書館 VR っていうのが、どこまでできるかっていうか、やる、まあ、もちろんやるんですけど、図書の業ね、飾ることとか、まあ、こんな風にして、一人の先生方を、まあ、1ページ開示したいとか、これが360度、それからこれが構成です。作っていくと。で、今度これを、まあ、公開、もちろんね、ここで公開の範囲というのがあります。というのがあるので、八ヶ岳コモンズに来館してくれた人にはここまでとか、ウェブ上で見るのはここまでとか、あるいはウェブ上では、ちょっと画像の粗いものしか見えないけど、来館すると高精細が見えるよとか、あとはもちろんご本人とか依頼者の方がここまでは見せてもいいけど、ここはちょっとねっていうのももちろんあります。完璧に公開するのか、あるいは限定して公開するのか、あるいは非公開にするのかっていうことも含めてです。その辺の選択肢はできるようにしたいなと思っています。ただ、まず記録として取っておきたい。研究室とか書斎とかね。で、それを今の VR 技術、まあ本当に、まあ、ただ、とりあえずね、360度写真なんで、スマホで見ても別にいいし、VR ゴーグルかけると、まあ、なんか没入感があるとかありますけど、まあ、そんな風にして、その方の書斎を訪ねて、あ、こんな環境でこういうお仕事されてたんだなとか、あるいはこんな本を読まれてたんだなっていうことを、まあ、追体験できるようなものとして考えています。一応ね、技術的には360度カメラ、シータとか、インスタ360とかいろいろあるんですよね。で、高精細画像も、まあ、いわゆるステッチの技術ももちろんありますし、それから、まあ、よく言われてるね、IEEE みたいな画像、アーカイブのフォーマットに対応するとか、まあ、そんな形でできるかなと思っています。なので、その名所の図書館 VR っていうもので、いろんな方の、まあ、その、学びの学習、なんか研究の場、ある意味、変な言い方、ある意味本、友達の家に行ってもそうじゃないですか。友達の家に行っても、あの本棚に、あ、こいつこんな本読んでんだな、みたいな、ありますよね。ああいうな形で、あ、この先生ってこういう本読まれてたのねっていうのが、なんていうの、その先生のこう頭の中、その頭脳の中をね、こう見るような感じがして、講義、先生の講義とか論文とかとまた違う、何かすごい生のリアルな、その研究の過程、成果というか、過程を見ることができるような感じがしました。まあ、とりあえずというか、ひとまずこの VR に協力してくれる方を募集することになるかと思います。自分の詳細、撮影、記録に留めておいていい、記録にしておいていいよとか、こういう人だったら見てもらってもいいし、まあ、いいよ、そのこと、いろんな人見せちゃえみたいな、そういったこともあるかと思うんですが、まあ、そんな風にして、名所の図書館 VR、作っていきたいなと思っています。いずれね、これね、いわゆる研究者の方だけではなくて、アーティスト、特技があるんですよね。絵本作家の、こう、なんていうの、こう、
机をだけを取り扱った本とかって、その何て言うの、作業場だからアニメーターとか絵本作家とかそういうクリエイターの創作の場っていうのも VR 化すると結構面白いものが見れるかなと思ってます。そんなわけでこの八ヶ岳コモンズ、この名所の図書館 VR、ちょっと新しい取り組みなので期待してみてください。どうぞ。